今日の試合は負けてしまいましたけれども、一番大事な目標であった突破するっていうところができたんで、まあ、ひとまず良かったかなとは思ってます。まあ攻守両面においてなかなかうまくいかなかったこと多かったですけど、まあそのプレーオフステージを突破するっていうのを第一目標にできたことが大事だと思うんで、まあ今後もっと自分たちで成長していけたらなと思います。でアシストのシーンはもう抜け出した時にゆうやくんがフリーだったのが見えたんで、やっぱりストライカーに最後点取ってもらえるようにやることが自分たちの仕事だと思ってるんで、まあ、うまく入ってくれてよかったなっていう感じです。まあルヴァンカップも突破できましたし、これからリーグ戦も続いていくんで、まあ、今日のような声出し応援が次いつできるか分かんないですけど、すごい僕たちの力になったんで、これからも声は出せないかもしれないけど一緒に戦ってくれたら嬉しいです。お願いします。